This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイの紅茶が世界で最も評価の高いノンアルコール飲料の7位に選ばれました。タイバーツが世界で最も回復力のある通貨に認定されました。ソンクラー県で新種のランが発見されました。タイで世界歌唱大会が開催されます。それではまず初めのニュースです。タイの紅茶が世界で最も評価の高いノンアルコール飲料の7位に選ばれました。旅先の伝統料理やグルメを紹介するサイトテイストアトラスが発表した世界で最も評価の高いノンアルコール飲料トップ100で、タイの紅茶タイミルクティーが7位に選ばれました。テイストアトラスは世界各国の伝統料理に関する情報を提供するウェブサイトです。地域、国、食材別に興味深い料理を検索することができるほか、ユーザーが各国の料理やレシピを勧めるプラットフォームも提供しています。先月、テイストアトラスのサイトは世界で最も評価の高いノンアルコール飲料100選を発表し、タイミルクティーが7位にランクインしたことが分かりました。タイではチャータイ、チャイエンと呼ばれるタイミルクティーは紅茶に練乳を加え、その上にエバミルクをかけた人気の飲み物です。濃いオレンジ色の飲み物は氷を入れ冷たくして飲むのが一般的で、飲料店ではストロー付きの背の高いプラスチック製のカップに入れて提供しています。タイ人は辛い料理の後にこの甘いタイミルクティーが一番飲みたくなると語っています。次のニュースです。タイバーツが世界で最も回復力のある通貨に認定されました。アヌチャ政府報道官はタイバーツが世界で最も回復力のある通貨として認められたというイギリスのファイナンシャルタイムズの報道を紹介しました。この報道は世界で最も回復力のある通貨の知られざる物語と題し、ロックフェラーインターナショナルのルチル会長が記したものを記載したものです。この中で25年以上前にタイがアジア通貨危機に直面した際、タイ経済は 20% 近く縮小し、株価は 60% 以上下落、バーツはドルに対して半分以上の価値を失ったと述べています。1998年初頭以降、タイは世界の注目を集めなくなりましたが、バーツは他のどの新興国の通貨よりもドルに対して価値を維持し、並外れた回復力を証明したと述べています。ルチル会長は、タイは新興国の中で最も開放的な国の一つで、貿易は1998年の GDP の 80% から現在では 110% 以上に上昇していると指摘しています。またタイは観光と GDP の4分の1を生み出す製造業で強みを築いたと説明しています。一方でプーケットやサムイ島などの観光地は医療やウェルネスサービスへの新たな進出とともに拡大していると指摘しています。アジア通貨危機以降、観光業が GDP に占める割合は2倍以上の 12% に達し、異例の外貨獲得の源となったと記しています。
アヌちゃん報道官によりますと、プラユット首相は国家開発における正しい軌道への移行に自信を示しています。政府はバランスの取れた成長、安定、持続可能のために経済政策を適切に調整する用意があり、首相はタイ経済は地方経済や草の根経済の継続的な回復により積極的に前進していると述べています。観光業やホテル業は大きく改善しています。農産物の輸出価格はいくつかの問題に直面しましたが、一部のアナリストが考えていたほど深刻な問題には発展しなかったとし、全ての機関は状況を注意深く監視し、この問題に対処するために適切な措置を講じる用意があるとしています。次のニュースです。ソンクラー県で新種の卵が発見されました。プリンス・オブ・ソンクラー大学の研究チームはソンクラー県のボリパット滝周辺で新種の卵アフィロキス・テリア・クティナンサを発見し、植物学者や植物愛好家の間で高い興味と驚きを呼んでいます。プリンス・オブ・ソンクラー大学理学部生物学科の講師であるサハット教授は、この卵を発見したボリパット滝にちなんで命名しました。この発見は世界的な植物学専門誌フィトキーに掲載されました。今回発見された卵は部分的に光合成を行わず、菌類からエネルギーや栄養素を得る植物だとしています。サハット教授によりますと、この卵の枝は150センチまで伸び、白と柔らかい黄色の花をつけます。開花時期は10月から12月です。この卵はヤラー県やナラティワート県の森林でも見ることができます。教授はこの発見はユニークで、絶滅の危機に瀕した植物の保護や生息地の回復に重要な意味を持ち、国内でのさらなる研究や保護活動の刺激になるだろうと述べています。この卵の発見以来、ボリパット岳の周辺地域は観光地として開発されています。この地域はタイ人や外国人観光客によく知られた観光スポットの一つです。次のニュースです。タイで世界華商大会が開催されます。今年、世界の華僑の起業家が集まる世界華商大会がタイで開催されることになりました。関連する民間企業やタイ当局はこの会議で100億バーツ以上の投資をもたらすことになると期待しています。第16回世界華商大会は6月24日から26日にかけて、バンコクのクインシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催される予定です。タイ中国商工会議所と関連機関により開催されます。世界華商大会は創設メンバーのタイ、シンガポール、香港が持ち回りで2年に1度開催していますが、前回の2021年大会はマレーシアで開催される予定でしたが、新型コロナ禍により開催中止となり、今回の大会は4年ぶりの開催となります。ジュリン商務大臣はこの大会がタイの貿易と投資の協力関係の改善に役立つと述べ、この大会から少なくとも100億バーツ相当の追加投資が期待される案件が発生するだろうと述べています。タイ中国商工会議所はすでに世界中の主要な貿易組織、中国の主要企業、タイ企業にこの大会への参加を呼びかけています。この大会参加のために約4000人がタイに到着し、5億バーツを下らないイベント関連のキャッシュフローが期待されています。中国はタイにとって第一の貿易相手国であり、2022年の両国間の貿易額は前年比 1.53% 増の2兆6900億バーツでした。この貿易額はタイの貿易額全体の 17.9% に相当します。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイの紅茶が世界で最も評価の高いノンアルコール飲料の7位に選ばれました。タイバーツが世界で最も回復力のある通貨に認定されました。ソンクラー県で新種の卵が発見されました。タイで世界華商大会が開催されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。
tayam wakap kau jop bai tangan la mei mi wan tak la bai ra vi hai chin wai dai gut ding mei ding mei ru kam pu ta the way Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.